なんか金弱そうだよね。リベン見るたびに思うんだけど。しょっちゅう剣使っとるよね。モルデカイさんのさ、この武器とさ、比べてさ、体格とな。ああ。さ、武器の差？メイスと対応なのかな、ものは。9とかあ、普通にそう。軽く出るしさ。イメージはそう。おー、このフルボッコ、フルボッコ！あ、あんだけフルボッコしたらさすがに。あ、いいやつを捕まえたな。T も真っ先に狙った。えらい。はい、こんにちは。初心者5人でリーグオブレジェンズ始めました。アドバイスなどがあったら、コメントで教えてください。自分たちの試合をリプレイで観戦していきます。今回も、ブラインドピックの試合です。チーム構成はトップキジバト1、モルデカイザー、ジャングルワタコ、ジャーバン4、ミッドアサヒーラックス、ADC シャーサペンモギナーン、ズリフベトイン、ようこでそ。ジャンさんが、サポートでパイク。相手がリベン。シンジャオ、ティーモ、エズリアミニル、オラッフクィスにス行きまでですす。ね。30秒。エズもこんなことすんだミね。ニオンが41ポー人シいョン。ました。うポーション4つ。ーん。俺こはれエズが300詳円余っしい。てない？300ド円ラ余ンっシリてーる。ズ買わないんだ。なんか何優先するんだろうな。エズはあれか、涙優先かな。ムラマナ積むから。それなら涙買ってくれじゃんね、最初から。どういうことなんだろう。あ、エズリアル知ってる方教えてください。お、いい、ダメージ取れればいい。序盤はね、いい感じだった。途中から手つけらんなくなってきたけど。まあ、そういう感じなんだよね。リベンなんか、あんなさ、クソ弱そうな剣なのにさ、めっちゃ強いんだよね。なんか、剣弱そうだよね。リベン見るたびに思うんだけど。兵庫っちゅう剣使っとるよな。モルデカイザーのさ、この武器とさ、比べてさ、体格とさ、武器の差？メイスと対応なのかな、ものは。あ、バーストブラッあ、ジャンもうさんほんがま買っ1たと秒き足のりね。なかったスピードが。オッケー、お、ナイス。キューがあるね。なんかドン。すごい立てたけど。おー、ボロボロ。立なんってか、るだリけベでン。ダメージが入るんだよ、モルディカイザーは。厳というか、しい。ノックアップで動けんかっただけなあ、気がノッすクアウる。トで動けんのか、あれ。リベンが打ったんだよね、今ね。あ、そうか、リベンの人か。あれ、モーションが見えなかったのか。Q 前段食らったら痛いよね、さすがに。序盤だったらまだ前段受けてもなんとかなってたけど、後半はマジで。OKOK！ おーい、ナイス。このシーンを見るとイグナイト持ってこいよってなるんだよな。そうね、テレポよりイグナイトの方が有効だったのかな。ああ、来る確か俺こぞ！の辺でジャオ来る様にやぞ！られた記憶があ来るるな。ぞ！あ、もう諦めてリベン殺すとか。こっちはこっちで EQ 外してる。フラッシュ打たれた。ああ、フラッシュか。フラッシュ使われたからよしって言って、フラッシュがないうちもに2回目行かなきゃいけないんだよな、このゲームは。いった！ほい、ほい、どうだ？お、いいぞいいぞ。ほい。ナイス。アコネ炎ズ、症アコネズい中。たんだ。あ。場所があんまりよろ、ああ、よくないっすって。バトがよろしくなかったね。相手がタワーの中に入れちゃった。じゃあ、相手がウルトなかったから、殺せるチャンスだったけど、全然。ウルト使っちょったとタイミね、ングは良かった。有利だから使ったけど、ちょっとちょっと場所ね、はもうタちょいワーがね。引いた位置だったらよかったんだけど、お、あやとれ引きる。寄せを避けられちゃったのがよくなかったね。強気に歩いていくしかなかったな。あ、死ぬな、これ。危ない。あ、当たっちゃったんだよね、これ、死んじゃうの、キュこれはさすがにしんどいか。ー。欲張んなきゃよかったな。ジャンさんが、ああ。混んじゃうかな。なんか、死ぬの承知で突っ込んでくんだよな、ジャンさん。あれ。何か、パイクと、あれ、モーチラスを勘違いしてる。お前も帰れや。欲張ってるね。欲張ってるね。やっぱ、ADC は欲張っちゃうもんなんですね。危な、やぶらやぶらやぶら。あれは避けれるから、エブのあんな当たんねえから。
いやー、あれ、いやでも見てないと意外と傷がつかなくって当たるんじゃ問題はラックスなんですよ。ラックスあら、は避けれん。お、いい。ピカチまュウをた、処刑するんだ。おお、あー、クラッシュインすれば。オーケーオーケーオーケー。ナましたしイた。もうクラッス。シュインを習得してる。あのラックス、フラッシュインを習得したぞ。正当している。悩んだね。すごい悩んだんですよね。オーケー。お、ナイいいス。ぞ。ナイス。ナイス。ナイもう一ス。発。もう一発。すごいいやいや、集中ナイ集中。ス。ジャンさん、ここからなんでどうやって重デスするんだ。あれ？結構まうだ、まくやってるよな、連戦。まだ、いいよ。おしゃべりは終わりだ。とりあえずウルト使う。あ、キューあ？あ外した。れが致命的だったな。ほんで、この次かな？多あ、ワンコン、あー、ワンコン系なんだよな、あいつ。ノックアップでポンポンポンって死んだね。あいつ格ゲーだからな、リベンは。うい、引き寄せかけても勝てないんじゃないか、今。勝てない、勝てない。当てても、打ってるけど。あ、Q がない、Q がない、今ならいける。おいおい。格ゲーと違ってクールダウンがあるんだから。格ゲーにもあるやつはあるけどな。あ、そうなんだ。そういうゲームもあんだ。あ、ジェフォーが捕まった。ラックスも。もう一発。ああ、さようなら。あ、ここも死ぬな、これは。もうダメトレでは勝おお、て大ない丈ね。夫。どっこいどっこウいルだトけが、ど。相手にウルトがなかったもんで、死にはせんかったな。レベル1でね、いくらだったかな？結構だよ。いくら分だったかな？ 5、600円分だったかな？まあ、結構ね、あるんだよね。レベル1差って。いるんだけど、プレイ画面多分いないんだよな。彼が、画あ、面に。さようなあ、らだ。さよならした。さよならだね。キリングスお？リー。殴るのミスってや。しょうがない。だから言ってんじゃん、オートアタック使えって。あ、死んだ。あ、よく避けた。うまい。そうか、自分にも知るっていうか、あれ。モルディも逃げるときに引き寄せスキルを反対側に使うっていうのをもうちょい意識せないそうね、反対側に使わないとね。逆になんか基本的に相手の方に打つことが多いせいで相手に打っちゃってほんでなんか余計不利になってるときがたまにある。なんか強いやつを自分の手元に引き寄せるっていう。ブルーチームのタワーが破壊されました。しゃあないな。オッケー。お。壁ドンも成功。ああ、勝てー。勝てー、あいつ。リベンを。ああ、ナイスナイス。あ、てかトップベインってのもあるんだよ。へえ、トップいけるんだ、あうん。の人。限定でね。限定？ブラインドピックじゃできない。あの、何かがカウンターチャンピオガンとレンしみたいて。のが出てきたときにやる。もう永遠に遠距離から殴り倒すってこと。ベタ足の近距離ジャンプを。そのために、できる。だからリベンとかはいけんじゃないかな。ベインで。完封できんじゃないかな。近寄ってきたら、ぶっ飛ばすスキルあるから、相手距離離して、ずーっとチク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 するっていそうう、ね。ブリンクあるから相手追いつけねえような、ベタ足そう。だと。性格の悪いトップもできる。お。罪を贖がない。2発違う場所殴った。あ、リベンが強すぎて全然 HP 減ってないんですけど。止まらねえ。おい、21交換。21交換がやっと。リベンがいる。おじゃんさん、その子引っ張らないでーっていう。強いからな。
シールドついて、ああ惜しい。まあなんとか一時交換だけど、まあドラゴンも取ったと。うん。ああ、これからこれは勝てる気がする。1対1いやこれねダメだったんだよね。楽しきれんかった思ってるよ、まあ、楽しきれんとは思うけど、あこれね出てくるタイミングかかって R 打ったらフラッシュされた。あれあそうか、なんかボットで遊んでてくれたのか。飛んだ。チンジャオが来たけど、でも一応これはこっちのスマイトが間に合ったと思う。オッケー、ナイススマーイト。我慢してだからあんだけ体力減り続けてるけども、我慢して我慢していることは知ってたから。途中で打ちたくなりますよね、どうしても。ああ分かる、これはねすっごい分かる。減られんだもんと思いながら、ベインがいてあれだからな。まだ2コアしかできてないけど、これが問題なんだよな、 CS の遅さが。ああ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 、これな立ち、あラクス化け物。なんかね、もっと早く判断してね、フラッシュも Q も全部切ってね、立ち位置を修正すべきなんだよね、あれ。あれずるいよ、スタン当たるなんて。避けたじゃん。いや、EQ のあのブリンク距離も結構ずるいと思うよ。普通に軽く出るしさ。イメージはそう。おー、このフルボッコ、フルボッコ、あんなけフルボッコしたらさすがに、あいいやつを捕まえたな。T、うん、も真っ先に狙った。えらいえらい、素晴らしい。あの状況で捕まえてうざそうなやつを、とりあえずエズか T もかどっちか捕まえようって感じだった。囲め囲め。でも2対1じゃ無理じゃない、いけるそれ。全然減ってないね相手の体力。お、でもいけるか、止めさえて してくれればって感じなんだけどね。うん、止めれません。メインがブリンクで必死に追っかけてるが、さすがに足早いな。早い、なんかいるよ あそこに。ジャン様、あれジャンさんもう充電してる、いつ死んでた。いつ死んだ。ちょっと待って、ちょっと待って、結構意識して見てたはずなんだけどな。ああワービックに追いかけられてる。ちっちゃいワービックに。あっ、さよなら。あっと、この時間帯は視界がない場所に行っちゃダメなんだって。あなんか余計な、あーひどいのが飛んできた。まあ危ない危ない危ない。あ、うん、ジャンさんが死ぬ。申し訳なかった。飛んできたーって思ったからね。うん、一番良くないやつが。僕はあれを殴ることに必死でしたから。はい。一分間に3つ受ける。それは強いな。あ、死んだ。リベンにかまってたら。あ。あ。あ、よく逃げてきた。あれ僕時計だと思ってなかったような気がするけどな。ああ、あれか、大ダメージ食らったやつか。ベン様ー、あそうなんすよ、ここね、ここさ、なんかこうちょうどいい場所でね、あーって感じだったんだよね、もう一発って感じだった、うん、はあ、はあ、回復した。はあ、はあ、いえ、はあ、え、何で回復した？なんかすごい勢いで回復してったような。
はい、これとかこれとか、え、こんな、ロル、ロル有識者様、ロル有識者様、教えてください、解説を。何、デスダンスかなんかの効果。あー、デスダンスの効果だ。強いデスダンス。はい、GG、最後まで見ていただいてありがとうございました。水中生放送しているので、ぜひ見に来てください。ではでは。